チャッよしなんか悪かったって出足は静かに出足はなるほどね。さあ今年すごく目につくのがルーキーの活躍。こんな当たり年ないでしょ。これ当たり年なのかそれともコロナの影響で外国人が入ってこれないからチャンスをもらってるのかどっちやと。もちろんそれもありますけど結果出してるじゃないですか。まあそこそこ結果出してる選手多くないですか。多いで目立つところで打ってる。こんなルーキーがね開幕から活躍してる年って記憶にあります？ないでしょ。特に豊さんそのね OB の DeNA 見たら1位入江、2位Makiというね大学球界でもトップクラスと言われた選手ですけど、特にMaki中央の後輩でしょ。そうよMakiどう思う？僕はねこのチャンネルでも言いましたけど2月キャンプ行った時に僕ロペスがいるもんなんですよ。背番号2番。ちょっと待ってみんなさ間違えるね。似てるんです姿。僕らとキャンプね今年は下降りれなかったから上から見てたんですよ。ちょうどね阪神との練習試合でねMakiがネクストバッターズサークル見たんですよ。背中越しやったんですよ。これ2番でしょ。あれロペスちっちゃいやつちょっとダイエットしたかなと思ったんですよ。いやぐらいの感じやったこれほんまですっていやみんな言うなそうやってMakiで2番って分かってるけどあれロペスいたんやと。だからまあそれだけ雰囲気が似てるっていうことだよね。そうですそうです。あとやっぱり、まあ、キャンプに感じたのはやっぱボールを呼び込むというんですかその間というんですかねそれがすごくいいと思います。やっぱね DeNA で打てるバッターって言ったら、まあ、佐野右だったら宮崎、はい、宮崎とよく軸が似てるようなこういうねこういうふうなこうボールを引きつけるというんですか前に行かないでしょあいつ。でもね大学時代もジャパンの4番と言いながらね、そんなにねトートでホームランバカバカ打ってるわけじゃないんですよ。それはプロに入ってねもう3本でしょ。こういろいろやっぱデータも見てるらしいよ彼は。まあでもねみんな見てもできないじゃないですか。いやできないけど、まあ例えばアンダースローでいけば右打ちしといた方が率は上がると、でもまず餌をまいといて今度は引っ張れるボールを呼び込むという。だから俺はね賢いと思うんだよ。松本第一高校でしたっけ長野県の、から中央に来たってのはセレクションですか。多分セレクションだと思うセレクションね。ただまあ言い方悪いですけど予想以上のスタート切ったと思うんですよ。ただまあルーキーにとってね、佐藤もそうですけど佐藤いいの見せるっていうことはすごくしのりにとったらねあこいつできるんだっていう評価につながってくるじゃないですか。たとえもちろんこの1年間でね不調になってくると好不調ありますけど不調の時も力がない不調と力ある人の不調とかちょっと状態悪いとちょっと違うじゃないですか。見る方もこいつは我慢しなきゃいけないという選手と、まあ、これはもう一回ファームに行ってやってもらおうかなという選手がいるじゃないですか。でもMakiはもうこの力を見せたんでやっぱり我慢して使わない選手に変わってくると思うんですね。もう変わってないか。いやもう中心じゃないですか。いや俺はもうね DeNA をこれから支えていく選手だと思うよ打線ではの中では。でこれからね外とオースティンが来るじゃないですか。Makiはセカンドになるわけですから。もともとセカンドの選手やからで分かってますよ。それが魅力やったわけですよ。セカンドで4番を打つというね。でもまあ最近ファーストが多いじゃないですか。で外国人が2人来るともちろんセカンドを守るわけですよね。僕は絶対そうしてほしいです。いやだから俺もどっちみち外国人が入ってくるんやからMakiをセカンドを固定で使った方がいいって言ってたんだよ。でセカンドやってるやつをファーストに置いてMakiを中心に考えた方がいいって思ってたんだけどその考えはどう？いやもちろんねそのチーム事情っていうのはありますけどこれってだから巡り合わせで今度外が大関がファースト守ると守りますか？誰が外がファースト守りますか？外をファーストにすると思う。オースティンは外野でそしたらやっぱり必然的にMakiがセカンドにやるわけですよね。そうよだからそれもいいタイミングちゃいます？お前そうやって考える。いや初めからねそのセカンドっていうの豊さんの気持ちよく分かりますよ。いや負担はねやっぱかかると思うよ最初からセカンドやらすと。はい分かります。だからファーストでやったからあれだけの成績が残ったのかそれともこれからセカンドをねずっと守っていかなきゃいけない選手なわけだからだからもう最初からセカンドでよかったんじゃないかっていう考えと2通りあると思うんだよな。あります。どうもこれは初めからセカンドでね使ってやるの分かるんですよ。苦しそうだからこの外国人が先だよね、いなかったから言われたようにルーキーが活躍してるのか、うん、っていうところっていうのは、ね、誰もわからないじゃないですか。いや、わからない。ただ自分で打ってどこでも使いたいと思わせる選手になったっていうことが大事なんですよね。まあそうだよな。それは最初からセカンドで使ったかファーストで使ったか、それはセカンドで使ってほしいという気持ち、将来的なものもありますよ。でも彼はもう外せない選手になったってことですよね。まあそうだね。ただね、やっぱこう途中からまたセカンド入ってさ、そこに慣れる分だけもったいないような気がするんだよな。すごいそれは分かります。やっぱりキャンプ中もある程度その連携プレーであるとかね、セカンドはセカンドの動きがあるじゃないですか、うん、今の野球ファーストも大事ですけど、やっぱり守備範囲とか運動量というのはやっぱりセカンドの方が3倍ぐらいはあるでしょう。あるある。宇宙がカバーリングとかもあるからね。でもそれで例えば打てなくなった時にね、疲れるとかいうふうなことを記者とか書きますけどね、そんな若いから疲れませんよ。いや疲れない。気持ちが疲れてるだけでね、体は疲れない。まあこれから2周目ね、2周目入っていきますけど、1周終わって、まあ、向こうもこれマキこれからねかなりマークしてきますよ。それはマークするよ。でもマキを見ててどこが弱点やと思う。いやだからいいバッターで大きな弱点が見当たらないんですよ。見当たらないだろ。絶対そうでしょ。いいバッターって、うん、それは打てる打てへんありますけどね、まずタイミングがいいです、取り方が、うん、だからどのボールも対応できるような準備して打ちに行くから、どのボールに対しても素直に対応してますよね。やっぱね、苦手なところってインサイドだと思うんだよ。まあみんなそうですよね、うん、だけどインサイドをあいつが狙った時には打てるんだよ。だから無理に打ちに行かないでしょ、うん、で今だから状態がいいんですよね、うん、だからここを来る、ここをもう確率的にもう100に近いボールが来ると言った時にはあいつはその打ち方ができるんだよ。だから名古屋ドームで松葉のカーブでしたっけ、うん、あんな狙ってたのかなっていうふうな見事なホームランの人じゃないですか。初球でしょ、はい、だから狙ってはないよな。だからそれを打つんだったら、うん、多分宮崎もね、遅いボール来たら点差的に全部合うタイプのタイミングじゃないですか、うん、だからそっち系なのか、さっき言われたようにデータをしっかり見てね、例えば初球のカーブの入りが多いとかっていうので狙ったのかっていうのはありますけど、見てるとそんな狙って打つタイプじゃなくて、勝手に状態良かったら触れるタイプじゃないですか。これが一番相手からしたら厄介なタイプですね。あとはね、勝負強い打点がね、これだけ打点上げれるそのルーキーって珍しいじゃないですか。珍しいよ。まして3番でしょ、うん、だからそのまあ今ね DeNA で、なかなかその状態がチーム状態が上がらない中で、まあ、これだけやってるっていうのはね、だから育ってきたその過程っていうのも大事だよな、うん、やっぱり中央の4番を打ってるし全日本の4番を打ってる、まあそれでチームを支えてきてる。でも宇田さんの時なんか全然練習しなかったじゃないですか、中央。仕事にいやいや、まあ、全くしなかったけど、今するんですか、中央。まあ一応するようになったんだと思うよ。けど全くしなくてもこんなすごい成績残す選手もいいやん、ね、いやいや、違う、やっぱ伸びにならなくていいですって分かってますよ。中央は伸びしろがあるんだよ、だからできるんだよ。そこでガンガンやられると、上行った時に伸びしろがなくなるんだよ。すごいわかります。だから牧も伸びしろばっかりだから、どうやだからあっちゃんなんか PL 行って同志社行ったから伸びたんだよ。プロでアジア行ってたら多分伸びてないと思う。やめてますねもうこんな6年間も7年間も耐えられんって。本当にでもそれ言われるのは分かります。なんかやっぱりそこで自分で考えてこうしようああしようっていうのをね、やっぱり考えられるようにならなきゃいけないし、考えてやることを勝手に自分の中で覚えたってことですね。あっちゃんなんかさ、やっぱりルーキーから注目されて、はい、僕注目されてなかったんですよ。だから牧と同じような感じだったよ最初は。なんか他の新人に注目してて、はいはいはい、でも蓋開けたらガンガン打ち出して、はい、牧の状態だったよ。これから何が大事だよ、牧は。お前経験上僕もね、一回りめっちゃ良かったんですよ。一回り牧みたいなホームランも出ませんでしたけど、いや率は高かったよな。当時は今みたいにね、データっていうのも少なかったですね。でもマークはされたろ。やっぱり苦しんだのはやっぱりストライクからボールになる変化球ですねと、やっぱりこう知らず知らずのうちに毎日試合があるっていうことで、やっぱりゴールデンウィークぐらいから暖かくなってきて、で当時パ・リーグデーゲーム移動デーゲームみたいな、うん、その辺からちょっとバットがマスコットバットのようになってきました。あ、やっぱ体力的なもんだよなやっぱ辛いと思う。ほんで当時ね、うん、僕ら学生時代は練習 100% やれっていう時代ですよ、うん、そんなお前ね練習で手抜いて試合できるからやけど、プロは違うじゃないですか。練習で疲れたらあかんと、試合に残しとけって言うけどね、その意味があんま分からんかったです。だから練習でもファーストが投げてくれるゴロあるじゃないですか。あれでもファーストでも重きょったんですよ。そしたら忘れもしないです。石毛さんが片岡お前肩痛かったらね、自分である程度その加減してやらなきゃいけないよと。でゴールデンウィークに今までにないぐらいの右肩立てで襲われたんですよ。肩が上がらなかったんですよ。肩丈夫だったのにな。いや痛めたことないんですよ。そうだろ、PL で1200球投げてたんだ。そうなんだ。でもね、プロで毎日毎日サード取ってね、当時はね、まだワンパンなんかほっとあかんやで、練習で思いっきりしノーパンほとぶんや言われても、猿渡さんですよ、あだ名暮らした言われてね、ほんで、もうバンバン掘ってましたよ。ほな、なんかある日からね、ちょっとおかしいな、ボールが落ちだしたなと思って、なんかこのボールもね、あれ、こんなでかかったか、ボールみたいな、むくんできてたんですよ、鉛のようなボールになってきた。痛いわみたいな、それでもなんかね、こうやるじゃ痛かったの若いでできるじゃないですか。いや、やらなきゃいかんかったから、ほんならプツンって言ったんです、なんかそこであかんみたいになって、ほんでね、僕3試合か4試合休んだんです。その時はもうね、ゴロゴロファーストから来るボール、僕もファーストでワンポン放ってました。まあ怪我だな、やっぱ体調面だな。ね、学生アマチュアは例えば50m、100本走ったりね、激しい練習するけど、やっぱゲームの緊張感の疲れというのはやっぱり比にならないですよ。そうだな。ほんでやっぱりその注目されてるで、まあまあそのお客さんも入ってくれるというふうな中で、ちょっと緊張感もやっぱり毎日ゲームだと薄れてくるじゃないですか。ほんで気温が上がってくる、あったかなってくる、まあなんかやっぱり今まで言うとキレがなくなってくるっていうことなんです。当時分からないじゃないですか。キレなくて走らなあかんってバンバン走る。いや余計疲れてなバットが全然持てるわけですよ。まあだから体力面とやっぱ精神的にこうリフレッシュすることだよな。そうです。どうしても毎日毎日試合があると率がどうしても出るじゃないですか。それを追ってしまいますよね。まあそれはそうだな。まあそれがいい時は楽しみでもあるけどな。まあでもそれを乗り越えてやっぱりレギュラーになっていって、まあ日本をね代表するような選手になっていってほしいですよね。まあそうだな。はい、はい。